言語学における因律あるいは、プロソディとは、発話において現れる、音声学的性質で、その言語の一般的な初期記録からは予測されない、もの全てを言う。具体的には抑揚あるいは、音調、強制、音調、リズムなどを含むが、これらのうちで文脈によって異なり得るものを指すので、あって、その言語で決まっているアクセント、成長言語の成長、 音調を弁別する言語における、長母音、単母音の区別といった性質は含めない。因文における因律は、基本的にはそれを構成する単語の形に基づいて定められたものであり、無関係ではないが別の概念である。一般的なものとしては、などがある。また、日本語の例を挙げると、じゃ、ないという言い方は3種類の意味に用いられ、それぞれ異なる因律で発話される。 因律の定義は言語によって異なる。例えば、日本語のように母音の長短を弁別する言語では、単語レベルでの音節の長短自体は、因律的性質ではないが、強調する単語をゆっくり引き伸ばして発音するのは、因律的性質である。中国語では、音節、または単語レベルでの音高は、成長として決まっているから因律的性質ではないが、文レベルの抑揚は、 因律的性質である。英語では単語レベルのアクセントは因律的性質ではないが、文レベルでの強制は因律的性質である。母音のフォルマント構造はある程度決まっているが、これも因律的性格を帯びる場合がある。例えば英語などでは一般にアクセントの有無によって母音の音声的性質が異なり、アクセントのある母音では明瞭なフォルマントが現れる。 したがって、因律的に、ある単語を強調する場合や、ゆっくりと発音する場合には、明瞭な母音となる傾向がある。日本語における母音の無声化の有無も同様であり、一般に、無声シーンに挟まれた、言うなどは無声化するが、強調、または、ゆっくりした発音では無声化しない。因律の単位には、モーラあるいは音説、さらに文における単位である単語、句、節などがある。 このような単位を誤って、または意図的に変えて発音するのが、ギナタ読みである。これらの単位は、必ずしも、文法的な単位ではない。例えば、日本語の文節は自然な因律的単位であるが、文法的にはまとまった単位とは限らない。ありがとうございます。